はい、えー。それでは、ニフティライフスタイル株式会社の斉藤圭介が無料で使えて意外とすごいマップキットの世界の LT を始めます。よろしくお願いします、えー。早速ですが、マップキットは知っていますかもちろん知っていますよね、えー。ざっくり言うと、iOS 開発で使用できるマップ周りの API で誰でも無料で使え、毎年のように新機能が追加されているのがマップキットです。ところで皆さん、マップキットは使っていますか地図アプリじゃないから関係ない そんなことはありません。地図がメインでないアプリでも補助機能としてマップキットを活用できるかもしれません。今回は iOSDC のアプリに周辺のレストランを探す機能を追加することを想定してみましょう。まず、住所と井戸経度の相互変換です。この API を使うことで iOSDC の会場の住所である東京都新宿区大久保と井戸経度を相互で変換することができます。 使い方は簡単で CL ジオコーダーにそれぞれの値を渡すことで非同期で変換結果を受け取ることができます。これで会場の移動経度が取得できました。ただの地図を表示しても仕方がないので続いては先ほど取得した移動経度をもとに地図にアノテーションと呼ばれるピンを指していきましょう。こちらの使い方も簡単で任意でタイトルとサブタイトルを指定し移動経度を指定することで地図上にアノテーションを指すことができます。 これで会場がどこだか分かりやすくなりましたね。また、クラスタリングアイデンティファーという識別詞をそれぞれのアノテーションに指定することで画面の拡大率に応じて自動的にアノテーションをまとめてくれるクラスタリングという機能がオンになります。ちなみにアノテーションはカスタマイズして情報をより分かりやすく視覚的に伝えることもできます。左が何もしていないデフォルトのアノテーションです。そして右がカスタマイズアノテーションを使用している 普段私たちが開発をしている Nifty 不動産の購入版 iOS アプリの地図検索画面ですえ。物件の場所にアノテーションが刺さっているのですが、拡大時には物件単体用のレイアウト、縮小時にはどんな物件がクラスタリングされているかを視覚的に伝えるレイアウトに切り替わるようになっています。え次はスポット検索です。こちらはスポット名で場所を検索することのできる API です。 検索の基準となる地点も任意で設定することができるので、西和世代機を基準点で設定することで、西和世代機周辺のレストランを検索し、一覧表示することもできます。え実装方法は、MK ローカルサーチコンプリーターにキーワードを渡すことで、デリケートで変化を、変え、結果を受け取ることができます。場所を入力するフィールドがあるフォームなどで、スポット面をサジストさせるという使い方もできそうですね。え続いて、マップへの図形のオーバーレイです。こちらは、 頂点を移動経路で指定した図形を地図に対してオーバーレイできる API です。ポイントは図形のデザインは MK マップビューデリゲート側で指定する必要があるということです。今回は IOSDC の会場である63号館と入り口の西門に図形を表示してみました。続いては経路探索です。これは始点と終点の2点間の経路情報を求められる API です。交通手段も徒歩、自動車、公共交通機関から指定することができ、 おおよその所要時間も確認することができます。一つ前のマップへの図形のオーバーレイと組み合わせることで地図上に経路の道順を描画することもできます。今回は会場の最寄り駅の西早稲田駅から会場入り口までの経路を表示させてみました。えー、続いてはマップ要素のフィルタリングです。マップキットで表示できる地図にはデフォルトで様々なスポットの情報が表示されています。これらは40種類のカテゴリーに分類されており、 それぞれ表示・非表示を切り替えることができます。今回はレストラン探しアプリを想定しているので、カフェとレストランだけを表示するようにしてみましょう。最後はマップ要素の情報取得です。先ほどの話にも出てきた、マップ上にデフォルトで表示されているスポットをタップすることで、そのスポットの情報を取得できるという API です。スポットに情報が設定されていれば、電話番号やウェブサイトの URL が取得できます。 これれででででで会場周辺ののレストトランのサイトを見たた。り、り電話で予約ができるようになまましたそれではまとめです。マップキットは無料で使える上に様々な機能がありカスタムをすることでいろいろな用途に使うことができます今回のように地図がメインのアプリ以外でもマップキットを活用することでユーザーの利便性をさらに上げることができるかもしれません また iOS17 で SwiftUI でのサポートも拡充されているのでマッ、まあ、プキットの進化はまだまだ止まりませんでは最後になりますが今回の LT でご紹介した内容はパンフレットにも掲載されています今回の発表内容を含めたサンプルアプリも GitHub で公開しているので合わせてご覧ください本日はご清聴ありがとうございました